ない。あばり。はい、これは電通ビルの屋上210メートルに待機している鷹匠の手から放った大鷹を鷹匠が鳩で呼び、この芝生の上に下ろすものです。ご存知の方も多いと思いますが、ビルの屋上は風が強く、ビルの谷間には非常に複雑な風が吹いています。このためちょっと軌道からそれに吸い込まれて流されて、こちらを見失ってしまうことがあります。その場合にはこちらが迎えに行ってあげることになります。この日のために鷹匠と鷹は訓練を続けてきましたが、それでも天候などの影響によって予測した通りの動きはしないものです。予想外のことが起きる場合もありますが、それも実演の一つとしてご覧ください。ただいま電通ビルの方に大塚鷹匠が登っているところになります。もう少々お待ちください。もう間もなく鷹を出しまして、階段を上って屋上の方へと近づいてまいります。昨日も午前中にやったのですが、その時はトビがだいぶたくさん集まってきまして、大鷹の方もいつ飛び出そうかとタイミングを見計らっている状態でした。また強い風も吹いてましたので、なかなか飛び出せずにいました。今日は風も昨日よりは穏やかでいい天気かなと思います。またトビもちょっと何羽か見えるんですが、そちらには向かってきていないので、向かってくる前に飛び立ってくれればいいかなと思います。今上がったところですので、電通ビルの上、ちょうどカーブしているあたりの上のポールが2個ある間から大塚鷹匠が見えると思います。ここはあまり風吹いていないんですけれども、地上から210メートルのあちらではやはり風が吹いているようです。
今人が立ったようです。今ヘリコプターが通過しておりますので、そちらが通過し終わってから開始しています。それではこれから師匠が地上で鳩を振りまして鷹を呼びます。ね、皆さんもちょうど鳩のところに人影が見えるな。これがですね、笛を吹いて、鳩が回りますね。どことなくカラスやコオロギが飛んでくるんですね。地上の鳩に気づいているようで、ゴミ上がったっていう状態。